日本のラウンドアバウトは、日本における、ラウンドアバウトの状況と一覧である。2013年6月14日法律第43号改正道路交通法により、環状の交差点における右回り通行として、現代的、ラウンドアバウトが定義され、国土交通省も整備する際の適用条件、留意事項を提示し、導入の目安は1日の車両の交通量が1万台未満とされた。 そして国内では2014年9月1日から本格的な運用が始まった。同年度中は7都府県15カ所の導入に止まったが、2016年2月19日時点で17都府県32市町52カ所に、2019年3月末には全国31都府県の87カ所に拡大した。2020年3月末現在には全国で101カ所に、 2021年3月末現在には126カ所に拡大した。日本における環状交差点と円形交差点の違いは改正道交法で環状交差点に入ろうとするときは徐行しなければならないとあり、円形交差点は一時停止となる。道路交通法改正の施行からの1年間におけるラウンドアバウト内での死亡事故、重傷事故は0件。 軽傷事故は5件であった。警察庁が2018年3月末の全国27都府県の75カ所のうち61カ所で調査したところ、事故件数が導入前3年間と比べて約37%減少する効果があった。国道228号、北海道道五号江差式古内線、上野区に丁度を交差部2011年8月撮影時2019年5月。 撮影時当初は、道流島により、国道の起点及び、終点方向、上野国駅方向からそれぞれ合流する複雑な形状となっていた。後に道流島を廃して、周辺に新設する上野国町道を含めた、ラウンドアバウト化工事が行われ、仮定辞路としている。上記以外に、次の2カ所が、環状交差点の指定を受けている。糸満ロータリー。 ありがとうございます。